ブリーチブリーチ劇場版ブリーチザダイモンドダストリベリオンもう一つの氷輪リンマル劇場版ブリーチザダイモンドダストリベリオンもう一つの氷輪リンマルは2007年12月22日に東方系で公開された漫画ブリーチを原作としたテレビアニメの劇場版第2作本作はブリーチの人気キャラクターひつがや東四郎を 物語の中心に据えたストーリーを展開、原作では描かれていない、ひつがやの陰性時代のエピソードなど、アニメオリジナルのひつがやの過去も描く。戦闘シーンでは死神たちや前作では戦闘シーンがなかった現世メンバーの活躍も描かれている。上記の通り、本作のストーリーは、ひつがやをメインにした、ストーリーというコンセプトから作られた。原作者の久保とも本作では、 原作のキャラを軸に据えた、ストーリーを希望していた。久保も、原案の段階で制作に参加しており、キャラクターのデザインやシナリオ、サブタイトル、ザ・ダイモンド・ダスト・リベリオンの命名等に関わっている。また2007年12月9日には、劇場版の関連番組として、劇場版ブリーチ法廷、室外や東四郎事件に迫る、が放送された。 2007年12月24日に放送された劇場版第1作メモリーズ・オブ・ノーバディでは本編の冒頭約4分を放送した本作の公開と連動して2007年12月17日発売の週刊少年ジャンプ2008年3号ではひつがやの過去のエピソードが描かれ本作の伏線も隠されている映画本編の最後には制作期間中に死去した スタッフ、高橋氏優へのツイートメッセージが登場した。また、ローソンで前売り券を購入した時には、ナビゲート CD がセットになっていた。ストーリーは、市守がローソンでアルバイトをするというストーリーである。キャッチコピーは、室外や東四郎を処刑せよ。屍魂魂会にある王族の秘宝、王院。それを警護及び運搬していた、室外や、 ランギク率いる十番隊が謎の集団に襲撃され、王院が奪われてしまう。同時に、首謀者と歯を交えていた、ひつも失踪を遂げる。その後、現世の森にある気配を感じた一守はソイフォンに、王院が奪われたということを聞かされる。そんな中一森は、森の中で傷つき、草加という言葉を残して倒れたひつを発見し、保護するが、 何も言わずに去ろうとするヒツガヤと歯を交えてしまい、加えて、ヒツガヤは突如現れ、ヒツガヤの身柄を要求してきた謎の少女、インとヤンを追うように立ち去ってしまう。その後、市守は合流したルキアと、コイツギ、そして、オリヒメラ現世メンバーと共に、ヒツガヤを捜索するが、氷マリリルによる攻撃で計画は重傷を負い、そして、同時刻にヒサギ、潔、 キラ率いるヒがや創作部隊をヒがやが退けたことで山本総隊長並びに屍ネ魂会はヒがやへの疑念を強めヒがや処刑の決定を下す。反逆の疑いをかけられながらも全てを捨ててある決意を秘めるヒがやそんな中一森は今までのヒがやの行動の真意に気づく。だが応援強奪から発した事態は 屍魂ー会を巻き込む未曾有の危機を迎えようとしていた。本作で登場するキーアイテム。中央46室よりさらに上に存在する王族の秘宝であり神儀。王族以外のものは誰も存在を見たことがない。保管地は数十年ごとに繊維されており、その際、農学士や軌道集で構成されたみこしで運ばれるといった。 神々しい行列を作る。すべての時間、空間、次元を操る神道等の能力を持ち、それにより空間移動を容易に行え、傷を受けても次元の移動により、織姫の装填着立てさながらに傷を負う以前の状態に戻すことができる。さらに、残白等で王位を切ることにより、最強の力を得ることができるが、その力は、 漫字会の力で切らないと制御することができず、漫字会以外の刀で解放すると暴走してしまう。劇場版なるとなると、疾風伝の上映期間中に、テレビアニメ版のエンディングコーナー、死神図鑑ゴールデンバージョンの横下編が上映された。冒頭のコンのスタジオの壁には、劇場版なるとなると、疾風伝のポスターが貼られている。ありがとうございます。